こんにちは、そっかじくの久保です。今回ね、億万長者合宿では珍しい車の若者離れ、いや、若者の車離れについてお話ししようかと思うんですよ。これは前回の吉谷さんの,あの動画ともリンクするんですけども、まあ、思いが強ければね、まあ、どんな状況からでも突破口はできんじゃねえかってことですよ。結果的にできないかもしれないけども、結局、与えられたカードの中で自分のベストな選択をし続けるしか人生ってのはないんですよね。で、私がね、<laughs> 若者車離れって話をしてるのはあのどこと比べて若者の車離れが起きたのかっていう風なね細かい話題とかを抜きにしてこれが話されてることもあるんですけども、まあ、基本的にねあの自分の欲望を叶えようと思ったら無理して若者はそのアルバイトの何賃金がね給料が毎月5万とか6万の時にだって車のローン3万とかで組むわけですよね。回回とか60回のローン で他のことを一切やめるるわけなんんででで、すすすよ。よ。我慢するんですよでいろんな場面であの飲みたいジュースが飲めなかったりとか海にレジャー行きたいけどお金がかかるから行けないとか様々あるけどもでも一番のことは俺は車だと思ったらそこにお金バーッと使うと思うんですよね。でそうなると今一番のものがなんか、車ではなくなってきたっていう現象は若者の車離れなんて話題を出さなくてもあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、居酒屋で、 ビールを飲んで仲間たちとカッくラうみたいなね、赤ちょうちみたいな習慣もありましたけども、今は居酒屋も結構きついらしくってね、値段を下げてももう来ないし、そもそも値段をもう下げられないみたいな、ね、200円、一皿200円みたいな時代まで来ちゃいましたからね。私がサラリーマンの時っていうのは飲み放題食べ放題3500円とか4000円での主流だったんで、それでも安いなと思ったんですけども、そのうち3000とかの飲み放題食べ放題でプランが出てきたりとかして、こんなんでやっていけんのかなと思ったりするんですけども、そうなってた頃に、あのー、 職員の方がね、ちょっと粗末になってきたりとか、盛り付けが雑になってきたりとか、ブラック労働がその企業内で、えー、言われたりとかね、様々あったと思います。だからどっかで無理が来るんだろうなと思うんですよ。どっかでね。で、プラスアルファなんですけども、<laughs> でも重いですよね。これを売りたいとかね、これによってお金を作りたいと思ったら、いろんな知恵や情熱が出てくると思うんですけども、売れないかもしんないなーっていう気持ちでやるんだったら、それは売れないですよね。うん、だって、危機迫るものがあるからこそ、 おマジでやってきてるな、真剣だ、ガチだと思うから、受け取る方も受け取るわけなんですよ。でも、売る方が、まあ、よかったら買ってください、みたいな感じだったら、それは良くないから買わないよ、みたいなね。値下げをして、あの売らないといけないような状況っていのはいや、ビジネスマンとしては、ちょっと恥ずべき状況でね、値下げをするんじゃなくて、価格以上の価値を提供する、もしくはそれを信頼していただけるように、訴えかけるべきなのに、じゃあ値段下げますからとかね、あなたの懐定期に合わせますから、みたいなのが。 はっきり言ってこの先、もうデフレに入るしかないのかなと。一人デフレですよね。でも価格が落とさなければ売れないんだったら落とさないみたいなね。うん、100歩譲って決済分割みたいな。分割もちょっと手数料つけるみたいなところまで行って、うん、やっぱなんとかしてね、その価格で今この商品を売るべき、なんか力を出すべきかなと思うんですよ。ビジネスってのはその連続ですから。うん、で、私がね、以前ね、 人からお金を借りた時しかも結構な人数から借りたんですけども一人一人呼び出すわけですよどうやって呼び出すかっていうともしもしとちょっと珍しく電話させてもらうんだけども金を貸してほしいんだだからそれについて話したいんで来てくんないかとねで俺が金を貸してくれって言うんだから5万とか10万の話じゃないからかといって何百万とか何千万って話じゃないんで、えー、詳しく聞いてほしいっていうことで電話をするんですよでその時点で私どもに来てくれる人ってのは少なくとも 一定の金額をか貸す覚悟はできた人じゃないですか。事情によっては貸すよみたいな人ですよね。で、この電話に話をしたのに、ね、留守番電話とかだったらしょうがないですけども、話をしたのに来なかった人は一人もいないのとあの、私の面談を受けて、お金を貸してくれなかった人は、これまた一人もいないんですよね。で、借りた金額って、大体2つのプランで50万とか100万しかないんですよ。で、50万とか100万きっちり借りて、で、返さないかもしれないって言ってるわけですよね。 でも久保哲郎が今はちょっと資金的にきついけどどっかで一発当てると思うんだったら乗っから意味で貸し取ってくれと生涯借りとくみたいなねいろいろ言ったと思いますけどもとにかくそのお金で自分の麻雀店とかをね長続きさせたかったんですよね、うん、あの社員に対して大見え切りたかったんですよ金は死んでも持ってくるみたいな感じで、ね、あそうやって毎月毎月いろんな方にあの今日は 3人、明日は5人みたいな感じでねお金を振り込んでもらってやってきたところがあってそれで借金の合計金額っていうのがあ当時2,800万だったか3,000万だったかよく分かんなくなったんですけども、まあ、生産たらまあそれもおかげさまでネットでバシンと書いてたのはやっぱり貸し返してあげたいって気持ちがあったからなんですよ一人一人に対して借用書も書いてないそんな高圧的な態度で迫った私に貸してくれたお金を本当にね、うん、単なる金じゃなくって。 貸ししししてよかったたたなななとと思思わせるぐらいいいの、まあ、そんなねね恩返をまだからそういうことをしてきた私ですからそこに商品乗っけて商品と機械にお金をもらうなんて、ね、それに比べたら随分簡単だなとは思ってるんですよ、まあ、だからといってお金を払ってる人をねやっぱりなめちゃいけないと思いますんでどこまで寄り添ってどこまで心をつぐしていくかってところは相変わらずやっていきたいなと思いますけどねまあでも本当さすが吉谷さんですよね。繰、まあ、繰り返し繰り返返しし リピートを取っていくあの手この手で商品を作っていってそしてやっぱりその商品をね売るために一気通貫の気持ちを持っていくっていうのはね、まあ、なかなかできないことだと思いますよサラリーマンとして働いていたら「人にはバイオリズムがありますから」とか「たまには本気で出せない時もありますよ」とかっていろんな言い訳がありますよねいやそれってのたまには手を抜いてもしょうがないっていうのはどういうことなんだと思いますよね、うん、何なんでしょうねまあ気持ちの問題が大きいってことじゃないですか うん、本気っていうかね。本気。本気って何でしょうね。本当の気持ちなんですかね？うん。一致だしゃい。